せーの、どうもエビエザミタです。よし、ダムラです。アオイです。まあ、先日動画にしたんですけど、葵が裏方として、まあ、加入したっていう動画を出したわけじゃないですか。はい。ようこそ。ようこそ。改めて。ようこそ。お邪魔します。おい。お邪魔します。軽いです。あの動画を上げる1ヶ月前ぐらいから、体験入社みたいな感じで、はい、その編集以外のことを、まあ、軽く手伝ってもらってて、はい。で、それも、まあ、葵が休職期間なんで、まあ、それでちょっとバイトぐらいな感覚でできたらなっていう話で、1ヶ月間やってもらってたんだよね。うん。1ヶ月経ったんで、なんと今日この葵が1ヶ月間体験入社した給料日なんですよ、初の。わーい、ありがとうございます。人気、俺らも初体験だから、ね、そうよ、一人にお金出すって。そうだね、俺らしかね。そうそうそう、もう用意してます。でうわ、給料わかりやすい。そう、ちょっとわかりやすくします。こんなんで毎回少ない額で申し訳ないんですけれども、10万円最初の研修期間として葵くんたくさん頑張ってくれました。すごい助かりました。はい、感謝の気持ちを込めて僕たちメインフェスからお給料を渡させてもらいます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。こっからもまた給料アップして頑張ってもらいたいところなんですけれども、はい、まあ、そろそろ葵給料日だねみたいな、ちゃんと用意してるからねみたいな話を先日したんですよ。そしたらなんか葵くんから衝撃の言葉が出まして。え、何したいんですか、その給料で。まあ、あの例のやつをやりたくて。例のやつ例のやつ例のやつ。いや、まあ、メインフェイズといえば、メインフェイズといえば、え、もう当たっちゃったかもしれない。いや、もう怖いんですよ、この人。おいおいおい、給料全突破させて。これだ、やばいやつ。おい、マジかよ、やばいやつ。これ軽くやる企画じゃないんですよ、間違いない。バカだよ、結構気合い入れてやるやつ。これめっちゃ気合い入れてやるやん。そう、10万つったらいきなりにしてデカすぎる。いや、デカすぎる。でかい。いやいや、ないよ俺ら。まあ、1ヶ月とはいえめっちゃ頑張ってさ、稼いだお金だよこれ。多分どうせ勝つんで。おい、わー、おい。いやー、まあ強いんすよ、彼は彼で。結構勝つんすよ、こういう無欲体。いやー、出るんだよね。最初しかできないっていうのもあって、あ、初任給っていうな、裏方だから、うん、だからやるっていうのもなんかおかしな話やった。今ちょっと話題じゃないけど、そうね、葵が入って表立ってる、はい、うん、おい、分かってんだ、 YouTube やばいねまあ、もうせっかくやるなら給料も倍以上に増やして、これだともいっぱい取ってくる。うわー、いいぞ、この人は。じゃあ、裏方ではあるんですけど、はい、この入ったばっかのタイミングで、はい、で、初任給も入って、で、葵がこう言ってくれたんで、まあ、おもろいなって思ったんで、企画としては、うん、葵のこの全突破、魂の全突破、おもろい動画にしてくれ、葵。頼むぞ。これはもう葵頼みになっちゃうから。そうだ、いや、本当にそう、葵の引きだな。俺がメインフェスの裏方だぞ、はい、これだけ力があるぞっていうところ見せてくれ。おー、頼んだぞ。神動画にしていきます。へぐすぎー。おい、かっこいいじゃん。結構葵に今回やってきてもらいたいと思います。はい、というわけで、そっやっていきましょう、タイム。はい、というわけで葵くん、はい、全突破当日がやってきました。いやー、緊張しますね。いや、緊張するでしょ。やる気満々みたいな感じでやってたけど、いざここの舞台に来ると、ね、そうそうそう、勢いで行ったけどいや、そうなんよ。俺も初めてやった時さ、うん、俺もギャンブルに対してあそこまでなんかうらーじゃないからっていうのもあるけど、うん、めちゃめちゃ緊張したもん、前日寝れないんですよ、本当に寝れなくてね、実際にこのお給料を渡しまして、はい、うわー、やりすぎやりすぎ。10万円です。おいって、いきなり多いね。多いよ、もう1、2万でやんなよだってもう普通に、これもしね、ないけど、葵が10万円ダーンとなくなったとするじゃん。うんうん、普通に俺もショックだよ。何ってなっちゃう。何してんのって。いや、まあ、そうならないように、もちろん勝ちます、ね。いや、そうなんだけどね。その気持ちがあるのはいいわ。うん、まあ、葵もこう、俺らと一緒にやりたいっていう気持ちでやってくれてるだけでさ、まあ、ギャンブルに前のめりなわけじゃないじゃん、もともと。まあまあまあ、そんなに、あの、一人で行くわけじゃないしね。その嫌いじゃないけど、まあ、まあ、嫌いじゃないけど、そんな。まあ、趣味でやる程度ぐらいじゃん。うんうんうん、まあ、もちろん勝ちたいんだけど、うん、まあ、何よりは楽しもうかな。ああ、そうね。まあ、今回俺が付き添いでいるんで、ずっと。いや、それ安心するわ。それはもう安心してください。なんかあったらカバーするんで。うん、この人の隣勝てるんですよ。いや、そうなんよね。これマジ。これはマジなんですよね。いや、それね、あの、まあ、葵もいつも言ってるんだけど、うん、あの、他の3人も言い始めるから、よくわかんなくて、俺も。
あ、じゃあさ、これ勝ったら何使いたいかみたいな。それちょっと、俺らだいたい言うよ。ドリームコーナーですか。あ、そう、ドリームコーナーよく言うんだけど。ドリームコーナーは、最近、リタも、リョータも、財布を買ってて。うん。なんでリョータの方に言い直した逆でしょ直すとしたら。ごめん、リタって気持ち悪いんだよ。あ、全然いいよ、リョータで。リョータでいい。リョータで。名前知り渡ってるでしょ。そう、俺、リョータは出してるんで。リョータって呼びます昔から、リョータだ。まあ、そうだ。で、リョータがさ、財布をね、こう、毎日やってるんで、これ。まあ、この影響で、ちょっとトラッカーズウォレットが最近欲しいなってなっちゃって。いいね。爆勝ちしたら、オーダーしたいなっていうのと、まあ、あとは、ちょっとまた旅行とかもなんかいい。ああ、いいっすね。めっちゃ勝つ予定やん。青い旅行企画一番好きだからね。そう、超大好き。楽しかった。ペカ旅ね。ペカ旅ね、俺らじゃなくて一番俺が楽しんでたからね。ペカ旅楽しかったですね。そう、いい。そういう思い。まあもう楽しんでや。なんか、俺らはこう、演者としてすごい気負っていつもやっちゃってるけど、もう気にしなくていい。撮れ高とか。ああ、いいっすか。最悪。最悪ね。最悪もう本当に大丈夫。これは青いの熱意というか、俺らに対する一緒に頑張っていきたいっていう熱意のもと始まった動画だから、うん、それはもうこの時代見えてるから。ありがとうございます。大丈夫。じゃあ、青いのこの熱い思い、全スパでぶつけてきてください。はい、行ってきまーす。よっしゃ、行ってこい。青井さん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、大丈夫？あれ？最初の台は201ですね。出た。はい、あれっすよね、青井が初めて打った台。人生で初めて打った台で、で、まあ結構勝った台だから、思い入れのある台だから。あ、そういうの大事。もう好きっていうあれだけでね。好きっていうあれだけ。ちなみにこの子同じ誕生日。あ、レム？同じ誕生日なの？あ、2月ですか？絶対やん。青井、先に言っとくわ。おめでとう。じゃあ青井さん、入れちゃってください。いけ、青井。もちろん先バレですか？先バレです。先バレっていうのは、ここが音鳴って赤く光ったら 40% のチャンスだよってやつです。あー、押した。ちなみに目標は3万発です。おー、いいね。とりあえず先バレ待ちっすね。そうっすね。りょうたの右隣って出るんですよ、結構。出たよ。2万発全部りょうたの右隣じゃないかな。あ、マジで。俺何者？青い、取れ高お願いします。任せてください。俺がジュース買ってる間に投資が4000円。そう、6000円か。早い早い。あ、いい、いい、煽り、いい煽り来てる。え、熱そうね。お、え、え、金だ金だ。ある。あ、やるぞ。うわわわわ。え、こんなの熱そうないっしょ。青い、あ、変わる変わる。いけ。うわー、もうもらった。何年すればいいのかな。まだ青いラッシュ取ってないから。お前危ない危ない危ない。やめやめやめ。反発の可能性があるから。あるあるある。いけ青い。うえー、ナイス。めっちゃ脳汁出てる。あ、脳汁出てる。いけいけ。頼む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 。まだ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 。青い、単発の取れ高いらないよ。いらないね。大丈夫、お前は持ってる男。いけ青い、取れ。ボタン来るからな。燃えろ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 。お、燃えた。いや、お前すごい。いや、かっこよ。マジすごい、マジすごい。やっぱ簡単っすか、パチンコ。簡単っすね。お疲れ様です、青井さん。すごいっすね。もう6000円で6000円ラッシュ入れて。あれあれ、いきなりラッシュ入れて。あれ、もう簡単だな。いや、うちの家って大違いっすね。あいつザコで。実際ガチですごい。もう1点ラッシュ入って、まあ、こっからでも連チャンしないとだから、まあ、まだ歯茎しまってね。こっから8万発行こう。ありがてえ、これだけ王者、裏方のくせに。優秀な裏方入れましたわ。こっから伸ばしていきたいと思います。ここから駆け抜けるんだよ、青い。一番外から気をつけてね。カメラ見れなくなるから。結構あるからね、これ。ざっけないわって。いや、そうよ。じゃあもう、ここから頑張って出してくれ。気合入れてこう。頑張る。さて、青井さん、戻ってきたね。視聴者さんから差し入れまでもらっちゃって。もらっちゃいましたよ。これね、このパワーでかいんすよね。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。青井、じゃあもういけるわ。いかせていただきます。どう？いった。いけ、青井、頼むよ。大丈夫。おいった。でっか。はい。とりあえ
ず駆け抜け回避。いやすごいわ。滝バレだね。滝バレなんでポキュンってなったんだよね。そう。おーいいナイス。続いてる続いてる。6点オーバー。はい。6点。おーいいナイス。3点取れ。切れろ。ああ。まあまあまあ当たるだけね。すごい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 。おお3000、3000、3000でかいさ、でかっ、うぃぃノーが痛い。いや、すごいすごいすごい、まあ、はい、いやいや、良すぎる良すぎるわ、いきなり万発超えた、おい、おかしいって葵さん、今あの億千投資だっけ、はい、億千投資です、で1万発だから多分もう3万ちょいちょい買ってるぐらい買ってるんですけど、なかなかないですこんなこと、もちろんすごいんですけど、うん、試着足りませんちょっと早すぎたね、早すぎです、来て10分20分ぐらいだよ、そう普通だったらプライベートだったら葵は終わってるじゃん、いや終わってる、普通に帰りたい帰りたい、そう帰りたいでしょ、本当申し訳ないんだけどこれね終われないんです、やりましょうこっからどれだけ減らせずにもう一回当てれるかっていうのがこの全突破のおもろいとこなんで、いけるかなまだ、俺はいけると思う、でこっから台を変えるのか変えないのかっていう判断なんだよね、普段だとあんま動きたくない派なんだよ、ああじゃあもうそれ大事にしちゃってもいいんじゃない、まあ新しいの行ってもおもろいと思うよ、全然知らんの、そうそう、今日絶対当たる日だから新しいの当てちゃった方が楽しいよ、うん、もう一回リゼロ様子見て、うん、ちょっとなんかダメそうだなって葵が判断したら移動してみようか、そうだ、じゃあまあ見ていきましょう、はい、あれ葵さん、なんすかこの台は、リングですね、あれれれれれいやこれ僕も打ったことないんで、俺もない、俺もないで、ちょっと気になったんよ、ちょっと怖そうだなっていう、怖いの苦手なんだけど、ね、そう葵は絶対びっくりするからちょっとおもろい絵は撮れそう、じゃあこれでまあ、弾増やしちゃうってことですか、はい、じゃあ行きますか葵さん、葵さんよくわかんないですけどカスタムいっぱい入れたんで、ありがとうございます、いや葵のびっくりするとこ撮りて何が起こるかわかんないから怖いな、怖い、葵さんまた撮れ高お願いします、はい、任せて、スタート、え、手ってどっから降りてる、わかんないなんか手が降りてくるらしいんだよ、なんか怖いんだけど、いやめっちゃ怖いよ、ビクビクしながら打ってんだけどバックを、なんか出ちゃう、怖っ、やばいね今の演出ね、パズっちゃったから、うわぁ、サタコだ、うわ怖いね、お、なんか、え、なんだなんだ、いや、わからん、あ、そういう感じね、まあまあそうだよね、何も来てないもんな、わからなくてめっちゃ盛り上がっちゃったいいよ、高いよ、あ、なんかエア吹いた、なにこれ、わかんない、エア吹いてんだけど、あるんじゃね、うわうわ、すげえ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 、めちゃめちゃ怖いやん、どうなればいいんだ、おお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 あなた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 、踊ったんだ、やっとやばいね、めっちゃびっくりすんな、おい、ナイス、急だね、え、しかもラッシュやん、多分一旦ラッシュ、すごいすごい、持ち球は、はいはい、こんな感じなんだ、うわ、怖い、これ急に来んじゃねえな、おい、うん、おー、テンパった、あ、これ動かして、見っけるんだ、なにそれ、え、なに、あ、見つけろって、なにこれ、おもろ、いないんだけど、あ、いなかったね、あ、ダキル遊びじゃねえんだ、さ、バカにしてんじゃねえあら、おい、こいつさ、ダキコラ、あれダメっぽい、ダメ、あ、気のせいか、うわ、マジか、あったんだけど、うわー、くそ、マジかー、ついて起こせ、ダメか、うわ、あー、駆け抜けた、まあ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 、いや、おもろかったんだけどね、あ、これザンホですね、先輩すれば、当たり、この、あと2つ、うん、いけえ、引き戻した、引き戻した、すごっ、すごっ、あっ、
うぃ、衝撃キュウリだって怖いな、急に来るんじゃねえの、もはやここが怖いんだけど。大先発で、よし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 、お、いや来た、お、アトリトね、これアトリトでしょ、いや、アトリトでしょ、2キロだもん、うぃ、ナイス、ナイス、あ、やりすぎだって、いや、気持ちいい、いや、怖い、やばい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 、おいおいお、なんか発電、この子見ちゃったんだって、何何よ、あ、来た、おぉ、でかい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 、足んないよ、おい10、足んない足んない、お、わ、来た、あ、当たる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 、頼む頼む、うわ、マジ、おぉ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 、当たるんかい、当たるんかい、ギリギリで当てるのすごすぎだ、さっきから、おお、急に来た、急に来た、毎回ビックリするんだけどこれ、いや、何のあれもなかったよ、おもろ、おお、来たね、マジでビックリする、青いもの首どっか飛んでったよ、すごいな、あなた、移動して2回目のパンパス、やりすぎやりすぎ、うわ、急に降りてくるところ怖え、じゃあ青いビビんないチャレンジやって、これビビったら負け、長い、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、おい、上がったどうしたこれ、やばいって、多分次当たれば持ち玉ほぼ2万だよ、そうだよ、うん、お、当たった、あー、すげー、羨ましい羨ましい、え、いつ終わったこれおお、あ、赤いよ、あ、ういおお、保留連じゃね、おい、ちょっと待って、ドン引きなんだけど、まだまだいけるよ、おお、おお、マジで終わんないって、おい、おお、やばい、おお、ギリギリ、すごい、おい、おい、おい、3万発だってよ、カットバット、はい、というわけで裏方葵の初全ズッパの実践終了しました、お疲れ様でした、いや疲れましたやっぱカメラ慣れてないっていうのと、カメラといつも閉店ギリギリに行ってたじゃん、あ、で、こう長い時間で打ってたっていうのも初めてだったし、まあいろいろな意味で結構疲れましたね、いや、なるほど、精神的にもみたいなね、まあ、10万円のね、はいはい、その初任給を持って葵くん行ってきましたけれども、おどうだった実際、そのまあ総じて結果はまだこれからだけど、うん、楽しかったとか、まあ、大変だったとかそういうのでもいいんですけれども、いや面白かったよ、おお、打ったことない台もあったりして、おお、ちょっとチャレンジしてみたんですけど、なるほどなるほど、何言ったんでしょうね、いやー興味深いっすねー普通できないからね、ずっと YouTube やってたわけじゃないじゃん、いや間違いない、なのにこんないきなり突っ張れるとかできないですからね、いや染まってますね、すでに、いやもう染まってるし気も吸われすぎてんだよね、そうだね、いやいいよ、いい逸材だなと、うん、確かに、いや5時間で10万はなくなるからな、いやなくなるよ、全然なくなるよ、ストレートだったら、まあ、僕はずっと付きっきりで見てたんで結果知ってますが、はい、なるほど、他の3人は知らないと思うので、はいはいはい、ここからじゃあ葵さんに初の全ズッパの趣旨どうだったのかを発表してもらいたいと思います、わー、僕裏方葵はいやそうだよ、裏方じゃないよ君、えぐいことやけど、裏方ですが、うん、初計量10万全ズッパ発した結果、お、最終的な趣旨は、うわーうわ、プラス15万いずれ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 プラスプラスです、お、とんでもないやばいよ
しいの。プラス10万だから25万になっちゃった。おい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 、収支のプラス新記録出しちゃいました。いやマジで、やばー、え、何してんの。え、レンチャじゃないよ。おい、え、裏方だよ。おい、やめてよ。ちょっと困りましてんだよ。るよ、もうこいつ化け物。え、ちょっと自慢したい、もう自慢したいんだけど。自慢しちゃってよ。まずあれか、リゼロワンか、すごい打とうとしたんだけど、リゼロワンやって、で投資6000か、うん、6000でラッシュ入って、おー、万発出たんだっけ。万発弱。おー、まあ、素晴らしい。はい、でその後にリング。おー、おー、俺なんか結構ビビりないよ、だからおもろいなと思って打ってみなよみたいな、まあ、結構軽い気持ちでリングに興味本位で座らせたんですよ、はい、でそれで何発出たんだっけ。一撃3万1000発で、おーい、やばー、おいおいおい、あと2、3万4万やん。ギリ届かなかったんだけど、表記は、あの表記は届かなかった。3万9千いくらだったんだけど、ほぼ4万発。こっちが6000だから、もうこんだけの。やーべー、おいいってそういうの。怒るから。もうほとんど右打ちやん。左全然映してる、うん、うわー、最初6000だけやん。マジで神の方が、神の方が、やばいね。意味がわからん。増えましたね、これをやろうってなって負けずに大プラスにして帰ってくるのは、うん、なかなかの気持ちだってないと。うわー、すごい。いやー、もうどうです、めっちゃ火つかん。めっちゃ火つかん。もちろんですね。これは5万発いかなあかんやろ。いや、だから、うまいことやったなぁと思うよね。いや、そうっすよね。そう。なんか5万届かないぐらいにしといてくれてありがとうって感じ。素晴らしい。素晴らしい。全部さ、有言実行で。そうそう、やる前に言ってたんよ、はい、もう一撃3万発リゼロの2万4000が最高記録だったから、ちょっと3万いきたいなぁなんて言ってたら、で、勝ったら、うん、トラッカーオレット、大ダメージする。そうそう、ありゃ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 、全部叶えちゃってて、あらら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 、もったいないよ、一般企業で。そうだよ、演者の寿司こんなやついないよ。確かに、その今まで閉店前にちょろちょろやってるのじゃもったいないよ。もう朝から並んだ方がいいよ。頼むなよ。素晴らしい動画になりました。はい、ありがとうございます。マジでマジでありがとう。素晴らしい、いいね、最高です、うん、そう、入社試験合格。入社試験合格。これはないや、葵合格やった、ありがとう。ずっと右打っただけだからな、おい。ほんとだね、ほんと左方がやってない。右打ちの時間長かったな。やっぱいいなぁ、それ。そういうのいいね。右打ちの時間とか長い。それで疲れるってことあるんだ。そうそうそう。はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、X とインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チョコ行け、もらうわ。じゃあ俺5000円でいいや、うん、あ、いいね、いや、もうもはやあげるわ、もう、はい、はい、はい、ええー、かぶり